中日、定位置に戻る。弱くね。ここぞの接戦負けるのはチュニドラやな。柳爪甘いな。あそこでホームラン打てる坂本すげーわ。1点でもリードされたら終わりなのきつい。西舘地味にすごくない？打たれる気配ないじゃん。西舘バルドナード体制とかいうチート、まあ他のチームも打てないししゃあない。9回に代打後藤で雑音イライラ不可避。宇佐美と石川使わんの。立浪って宇佐美の打撃評価してないんか。スタメンだと上位に置くのに代打の序列は明確に後藤より下やな。後藤の何がそんなに立浪を引きつけるのか。守備だけなら抜群の戦力なのに代打で使うせいで WAR マイナスなのくさ。巨人は勝ちに不思議の勝ちありというやつか。2安打で勝ちはくさ。チュニドラの弱さが顕現した試合やったな。カープこのまま勝ったら4位転落やな。